こんばんは、猛銀です。今パソコンを買い替えるか、 M1 チップが搭載された iPad を購入して Excel ワードを使い簡単な書式を作成しようか迷っています。荒野行動というゲームをやっておりますので、 iPad であれば Excel ワードゲームをすべてマルチにできるのかと思っております。やはり iPad では太刀打ちできない箇所はたくさんあると思います。リュクさんの助言などありましたら参考にさせていただきたいです。パソコン買ってください。結局アプリでExcel ワード多少いじれるっていうのと、ちゃんとその PC で Excel 開いてマクロが組めるかどうかとか全然別の話なんですよ。iPad とかでもある程度はいじれますよっていうだけで、実際そのじゃあきちんとしたことまでちゃんとやろうとかグラフを作ろうとかになると結構できないこと多かったりするので、なので人生長いので早めにパソコン使えるようになってるのがいいですよ。パソコンがあるメリットって何ですか？今携帯で全部できると思うんですけども、買うべきでしょうか？うん、思ってるならいいんじゃないの、思い続ければ。君でもパソコン全部できないから問題だと思うんだよね。まあ、プログラミングとかしんどいやね、確かに。まあ、じゃあ、キーボードと違って、喋る速度と同じように文字が打てるかっていう、まあ、コードを書くときもそうなんだけど、もうできないし、じゃあ、作曲をするときに、じゃあ、MIDI の機器をつないでっていうので、スマホで MIDI の機器どうやってつなぐのっていうのもあるし、じゃあ、ペンタブレットで絵描きましょうっていうときも、ペンタブ使えないわけじゃないですか。まあ、iPad とかそのまま書くっていうのありますけど、っていう感じで割とできないことが多いんだけど、ただ似たようなことはアプリでできるんだよね。Excel とかでじゃあ処理をしてグラフを作るとかも、マクロは組めないけど誰かが作ったマクロを突っ込むとかはできるじゃん。なのでそれっぽいことはできるので、なんとなくできた気になってるんだけど、ちゃんとできる人には一生勝てないっていう状態なので、僕は消費者で一生居続けるんだったらいいと思うんですけど、物を作る側に回るんだったら、PC 買わないっていうのは、まだ厳しいんじゃないかなと思いますけども。西村さんはクリエイターであると。お金を払って物を買うより、物を作る側の方が、多分、人生困んないと思うんだよね。なんだかんだペンギン村とかもやってるしね、今も。ひげやじさんってさ、石油王みたいな家庭で育ってるから、ずっと親御さんがお金くれるわけじゃないですか。谷町のゴンキだからね。好き放題お金使っても上から降ってくるからいいんだけど、大抵の人降ってこないじゃん。降ってこないの？来ないらしいですよ、お金。え、そうなの？まあ、ツッチーとか生活保護を取ってる人はね、国からの国。まあ、そうじゃない人多いからね。はい。そうか、レインメーカーいないのか、そんなに。